エンゼルスの大谷翔平投手は現在、メジャートップの三塁打7本をマークしている。アメリカスポーツ局 FOX スポーツは、翔平大谷はいかにして三塁打キングになったのか?との見出しで特集した。実は、今季の大谷のスプリントスピードはなぜか2年前よりも1秒あたり1フィート遅くなっているという。しかし同氏は、三塁打は、足の速さ、直感、そして打者本人の進塁への強い意志によるところが大きい。大谷はその最後の部分を抑えていると大谷の強い意志に注目した。多くの野球のスキルが非常に優れている大谷だからこそ外野の守備とポジショニングに過度に依存する三塁打のようなスタッツに関しても、大谷は抜きん出ていると分析した。三塁打もトップか、すごすぎやん。どこまですごいねん。どこまでも話題を欠かさない男。そこまでして怪我せんのが不思議やわ。もうふるさとに銅像作り始めていいと思う。大谷の場合クラスプレーではなく余裕で三塁に行けるのがすごい。今年は怪我となリーグへのトレードがなければホームラン王は高確率で取れると思う。その一本の中にランニングホームランが加わっても面白いよな。大谷は常に野手の位置を確認して、一塁を回った時点で三塁まで行けるかを計算している。そこら辺の意識が普通の選手と違う。サイクルヒットでも一番難しいのが三塁打やし、それを簡単に打てる大谷はメジャーでのスーパースター。三塁打はホームランより難しいと言われてんのにすごすぎるよな。大谷は勝利意欲が高いから、それが進塁意識につながり、チャンスがあれば一つでも多く先へと向かうんだろうな。今年の大谷は明らかにゴロが減って、ホームランと三塁打が増えて長打率が上昇してる。このままいけばホームラン、長打率、オプスのトップは間違いない。三塁打が多いのは一つでも先の塁をという野球に対する意識の表れで、しかもそれが先発ピッチャー。大げさでもなんでもなく、歴史上一番の野球選手だと思う。